こんにちは、ハーリーです。今日は本当に美味しい東京ランチ10選をご紹介します。今回は年間500件以上の外食をする僕が2ヶ月前から予約が余るデートで行きたい至高のフレンチや、1964年東京オリンピックとともに生まれた老舗の洋食屋さん、夜は1万円以上するのにランチは1000円で楽しめる高級割烹など、幅広いお店をご紹介します。今日の動画を見ればここ行きたいというお店がきっと見つかりますよ。今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。一つ目のお店は稲庭うどんと飯金子半之助さんです。三越前駅直結、コレド室町2の地下1階にあります。稲庭うどんと飯金子半之助さんは毎日大行列ができる海鮮丼の辻半さんと、同じく毎日大行列ができる天丼の金子半之助さんが展開するうどんと天丼海鮮丼のお店です。店内は和の雰囲気が漂う落ち着いた空間です。お客さんは20代の若者から80代のご年配の方まで、幅広い年齢層の方が1人とか2人で来ています。休日のお昼に行った僕の時はデートや女性同士で来ている方が多かったです。メニューはこちらです。秋田名物稲庭うどんを基本として海鮮丼または天丼または高輪飯を選ぶスタイルです。僕としては、せっかくなら辻半さんの海鮮丼、または金子半之助さんの天丼を選ぶのがおすすめですよ。僕は奥さんと行って、温かいうどんと海鮮丼セットと、冷たいうどんと天丼セットをいただきました。こちらのいいところは、目の前にある6種類の薬味を好きなだけかけ放題でいただきます。程よくコシのある稲庭うどんは、つるっつる食感で、喉越し最高です。暑くなってきた今の季節こそこういううどんが食べたいですよね。天丼は金子半之助さんだけあってサックサクの安定した美味しさです。海鮮丼も名店辻半さんの海鮮だけあって新鮮で非常に美味しいです。金子半之助さんも辻半さんも本店だと1時間から2時間くらい待つんですけど、ここなら本店ほどは待たずに2つの味を楽しめるのも魅力ですよ。2つ目のお店はマダムトキさんです。代官山駅中目黒駅から10分くらい歩いたところにあります。マダムトキさんは2ヶ月前から予約が埋まるデザートワゴンが有名なフレンチです。テレビドラマ王様のレストランや深夜のダメ恋図鑑でも登場していて、食べログブロンズや百名店の常連というかなりの名店ですね。レストランウェディングにも使われるだけあって、この建物の空間自体が非常におしゃれです。恋人をこんなにもゴージャスな空間に連れてきたら、喜んでもらえること間違いなしですよね。座席は1階席に加えて2階席もあります。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方がデートや女性同士で来ています。ランチ、ディナーともにコースのみになっていて、僕はランチコースで訪れました。まずはアミューズブッシュです。アミューズブッシュとはフレンチにおいて最初に提供される一口大のオードブルです。お客さんがメニューから選んで注文するオードブルではなく、シェフの独断によって内容が自由に決められるので、お客さんにお食事の準備をしてもらい、またシェフの料理の片鱗を見せるためのものとも呼ばれているんですよ。パンは店員さんが焼きたてを運んできてくれて、なくなるたびにおかわりを聞いてくれます。特に人気なのはフォカッチャと赤ワインみたいですね。マダムトキさんのお料理はどれもが工夫ある上品な味わいです。例えばこちらの無農薬トマトとイチゴのスープは、なんとアスパラガスをアイスにして提供してくれてるんですよ。ヒラメのポワレは蓋を開けた瞬間にブイヤベースらしい芳醇な香りが広がります。和牛頬肉はトロッ
トロに煮込まれていて、歯がなくても食べられると言ってもいいほど柔らかい一品です。そしてこちらが名物のデザートワゴンです。ずらーっと10個も並んだデザートたちが非常に魅力的ですよね。マダムトキさんの代名詞でもあるこのデザートワゴンは、10個の中から好きなものを選べて10個全部選ぶこともできます。実はこの日は僕の誕生日ランチとして奥さんが連れて行ってくれました。こんな素敵な空間と料理でお祝いしてくれるなんて、僕は本当に嬉しかったです。2階には僕たち以外に3組いたんですけど、他の3組もみんな記念日として利用していましたよ。マナブトキさんの唯一の欠点は、人気すぎて休日ランチは2ヶ月前から予約が必須ということです。平日なら比較的予約が取りやすいんですけど、休日ランチなら予定を決めて早めに予約するようにしてくださいね。3つ目のお店は肉の森さんです。明治神宮前駅、原宿駅から3分のところにあります。パンケーキで有名なレインボーパンケーキの1階ですね。肉の森さんは5つ星お米マイスターが厳選した最高品質相模よりと和牛 100% ハンバーグがいただけるお店です。店内はカウンター8席のみというコンパクトな空間です。お客さんは20代から40代の方が1人とか2人で来ています。男女比は少し女性の方が多いくらいで、女性のお一人様も多いです。注文は食券機で先に購入するスタイルです。人気なのは肉の森セットまたはワサポンセットなので、迷ったらこのどちらかを選びましょう。カウンター席に座ると目の前でハンバーグが作られるライブキッチンを楽しめます。こちらのシェフたちが浅草で70年以上続く名店洋食浅草モンブランの料理長出身と知ると、より楽しくいただけますよね。こちらが名物の和牛 100% ハンバーグです。ご飯の上に山のようにそびえるハンバーグは至高の美しさですよね。このハンバーグに卵を乗せると、もはやアート作品のような美しさです。肝心のお味も肉厚ジューシーな旨味あるハンバーグに、ホックホクの甘いご飯、まろやかな卵が奏でるトリオが最高のハーモニーです。見た目だけでなく味も美味しい、まさにハンバーグ界のミスユニバースです。常に焼きたての美味しいご飯を提供したいという思いのもと、最高品質の相模よりを何度も少しずつ炊くようにしてくれている点もこだわりを感じます。この美味しいご飯は一度おかわりできるので、皆さんぜひおかわりしてワンバーグワンライスで楽しんでくださいね。4つ目のお店はシルバースプーンさんです。新宿三丁目駅 B2 出口すぐのビルの地下1階にあります。シルバースプーンさんは価格破壊レベルでお得なコスパ最高ランチのお店です。ビストロやワインバーのお店だけあって、店内はおしゃれな空間です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方が、お一人様からグループまで様々なシーンで来ています。近所のサラリーマンの方が多く、男女比も半々くらいですね。メニューはお刺身、焼き魚、フライなど5種類あります。この日の僕はお刺身盛り合わせ定食をいただきました。出てきた瞬間、これが1000円と驚くようなボリュームですよね。お刺身はなんと10種類以上も載っています。お味は確かに2000円や3000円するお刺身に比べるともう一声ではあるんですけど、1000円なら大満足の美味しさです。ボリューム的にもご飯、味噌汁、漬物、しらすがついて、さらにご飯と味噌汁はおかわり無料という破格のボリュームですよ。混雑具合としては11時33分に満席、12時には15人待ちと大人気なんですけど、回転が早いのでそこまで待ちませんよ。コスパ最高ランチを食べにぜひ行ってみてください。
5つ目のお店は宇頂店さんです。東池袋にある豊島区役所のお隣にあります。宇頂店さんはハーリーがいつ行っても感動する至高のハンバーグ屋さんです。数々のタイトルを受賞している池袋でナンバーワン、東京でも常にトップ10に入るハンバーグ屋さんです。店内は昔ながらの食堂チックな空間です。お客さんは若者からご年配の方まで、お一人様から4人グループまで様々な方が来ています。インバウンドが回復した今は海外の方も多いですね。メニューはこちらです。宇頂店さんといえば黒毛和牛のハンバーグが名物なので、初めての人はハンバーグを選びましょう。2人以上で行ったなら黒毛和牛と南州ポークを頼んでシェアするのもおすすめです。こちらが宇頂店さん名物の黒毛和牛ハンバーグシーフードクリームコロッケセットです。セットにはご飯とお味噌汁もついてきます。宇頂店さんのハンバーグはナイフを入れるとドバーッと肉汁があふれ出てきます。一口食べるだけで黒毛和牛の旨味と肉肉しさを思いっきり感じられる至高のハンバーグです。いつ食べてもこのハンバーグは本当に感動します。濃厚なデミグラスソースやまろやかな卵も旨味たっぷりのハンバーグをいい感じにアシストしています。そしてこちらが南州ポークのロースカツです。こちらも豚の旨味がしっかりと引き出されていてすごく美味しいです。黒毛和牛ハンバーグ、南州ポークカツ、ポークジンジャー、シーフードクリームコロッケ、メンチカツというすべてを制覇した僕としては、メンチカツは三角、ポークカツ、ポークジンジャー、シーフードクリームコロッケは丸、ハンバーグは花丸というほどハンバーグの感動が素晴らしいので、必ずハンバーグを食べてみてくださいね。宇頂店さんは大人気店なので、1巡目を狙うなら11時10分までに行くのがおすすめです。6つ目のお店はお食事と甘味竹山さんです。巣鴨地蔵通り商店街の中にあります。竹山さんは1964年東京オリンピックとともに生まれた老舗の洋食屋さんです。店内はテーブル席の並ぶ落ち着いた空間です。平日は50代以上のムッシュやマダムが多く、土日は若い方も多いです。男女比は少し女性の方が多いくらいで、男性女性ともにお一人様もいらっしゃいます。メニューはこちらです。1番人気はビーフシチュー、2番人気はおもはやしなので、迷ったらこのあたりを選びましょう。僕は1番人気のビーフシチューをいただきました。鍋に入ったレトロなスタイルに心が躍ります。竹山さんのビーフシチューはビーフが丸1日かけてじっくりと煮込まれていて、ほろほろになっています。しっかりと煮込むことで国産牛の旨味が存分に引き出されていますね。この旨味たっぷりビーフに超絶濃厚なソースがマッチして非常に美味しいです。30日仕込んだ超濃厚なデミグラスソースは甘みと酸味のバランスが絶妙で最高の味わいです。ここまで深いビーフシチューは久しぶりに食べたので心からおすすめしたいです。ちなみに竹山さんは1964年のオリンピックに創業し、今はその息子さんが2代目を継ぎ、娘さんが接客を担っています。いつまでも続いてほしいなと思っていたんですけど、後継ぎがおらずこの代で閉店する予定とのことだったので、皆さんもぜひ今のうちに味わってくださいね。7つ目のお店は八軒堀さんです。赤坂駅と赤坂見附駅の間にあります。八軒堀さんは夜は1万円以上する高級日本料理店の味を、昼ならなんと1000円台で楽しめるお店です。店内はカウンターと半個室席のある和の空間です。お客さんは30代から70代の方が、お一人様からグループまで様々なシーンで来ています。メニューはこちらです。八軒堀さんといえばビッグサイズのだし巻き卵が有名なので、迷ったら八坂を選びましょう。
こちらが名物のだし巻き卵です。見てください、このビッグサイズ。縦15センチ、横20センチ、高さ3センチもあって、めちゃめちゃインパクトあります。だし巻き卵に加えてご飯、味噌汁からも湯気が出ていて、まるで和食たちのコーラスやというほど食欲をそそります。だし巻き卵を割ってみると、まるでミルフィーユのように何層にも重なった卵が現れます。そんなだし巻き卵はふわふわとろっとろで非常に美味しいです。優しい出汁が効いているので、なんだか心がほっとする味ですね。ご飯はおひつに入った状態で提供されて、なんと無料でおかわりできます。優しい卵や塩気あるおしんこなど、ご飯がどんどん進むので、ぜひおかわりしてくださいね。人気店ではあるんですけど、ピーク時を外せばそこまで待ちませんよ。ぜひ行ってみてください。8つ目のお店は大衆割烹三州屋さんです。銀座1丁目駅から歩いてすぐのところにあります。三州屋さんは1968年創業、銀座で昔から愛される老舗の和食屋さんです。店内は木を基調とした食堂チックな空間です。お客さんは20代の会社員から80代のご年配の方まで、幅広い年齢層の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。メニューはこちらです。海鮮丼やアジフライもいいんですけど、三州屋さんといえば鶏豆腐が有名なので、鶏豆腐がついてくるこちらのページから選びましょう。こちらが海運金目銀むつ煮付け定食です。こちらは名物鶏豆腐、ご飯、おしんこに加えて金目鯛と黒むつの煮付け両方を楽しめる定食です。僕みたいにいろいろな味を楽しみたいという人にはたまらない定食ですね。黒むつは白身ながらも濃厚な旨味で、ほろほろとろっとろ食感が楽しめます。一方金目鯛は癖の少ない上品な旨味で、黒むつとはまた違った美味しさです。名物の鶏豆腐はジューシーな鶏の旨味が溶け出していて、優しい味なのにどこか旨味を感じさせる絶品の一品です。タレを入れることで濃さを調整できるのもいいですね。注文してからものの5分で出てくるスピード感もサラリーマンに人気の秘訣ですよ。ぜひ行ってみてください。9つ目のお店は大塚交流家さんです。大塚駅南口からすぐのサンモール大塚の中にあります。交流家さんはお手頃価格でボリューミーな町中華のお店です。店内は丸椅子と赤テーブルが印象的な町中華らしい空間です。お客さんは若者からご年配の方まで、幅広い年齢層の男性が1人とか2人で来ています。男女比は圧倒的に男性が多いです。メニューはこちらです。名物はもつニラあんかけラーメンやボリューミーなシューマイで、肉厚レバニラも人気なので、迷ったらこの中から選びましょう。ドリンクは冷蔵庫からセルフで取るスタイルにすることで、プレミアムモルツでさえ350円と非常にお手頃価格ですよ。僕は肉厚レバニラチャーハンをいただきました。ピカーッと輝く目玉焼きとチャーハン周りの大量のレバーがインパクトありますよね。肝心のお味はニンニクの効いたがっつりパンチある味わいで、すごく美味しいです。味に繊細さなんて全くなく、これでもかというほど思いっきりパンチがあるので、僕みたいながっつり好きにはたまらない美味しさです。900円なのにボリュームもたっぷりです。お手頃価格でがっつりといただけるからこそ、男性のお客さんが多いんでしょうね。もちろんこのがっつり味もいいんですけど、交流券さんで僕がいいなと思ったのは、海外の店員さんも含めてみんなが仲良く元気よく働いているところです。生き生きと働いている人に接客してもらえると、お客さんの僕たちも元気をもらえますよね。食べた後は結構ニンニク臭がするので、
予定がある人は注意してください。最後のお店はガーブ東京さんです。東京駅から丸の内方面に3分くらい歩いた丸の内中通りビルの1階にあります。ガーブ東京さんはデートや女子会でまったりと楽しめる大人気のイタリアンです。店内は落ち着いた明かりが照らすおしゃれな空間です。暖かくなってきた今はテラス席もいいですよね。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の2人から4人で来ている方が多いです。男女比は男性に対女性8くらいで、平日は丸の内 OL の方も多く、特に休日はデートや女子会、赤ちゃん連れのママさん会といったシーンが多いです。メニューは QR コードから確認するスタイルです。僕のおすすめは週替わりのガーブランチと野菜をたくさん食べられるローストビーフサラダなので、迷ったらこのどちらかを選びましょう。ローストビーフサラダは直径30センチほどもある超ビッグサイズサラダです。こんなにもたくさん食べられるなんて野菜不足の強い味方ですよね。バルサミコ酢の効いた少し酸味あるサラダはフォークが止まらずもぐもぐと食べられます。一方こちらがこの日のガーブランチ、鶏胸肉のコーンクリームソースです。厚さ4センチほどもあるチキンにクリーミーなホワイトソースがかかっていて、こちらも絶品の味わいです。ヘルシーな鶏胸肉に優しいホワイトソースという組み合わせが女性の心をくすぐりますよね。カフェタイムでは高さ20センチほどもあるエンゼルフードケーキが有名です。こちらのケーキはふわふわもっちもち生地に滑らかな生クリームが最高のハーモニーになっています。混雑具合としてはガーブ東京さんはかなりの人気店なので、11時30分のオープンを狙っていくか、午後2時から2時30分の間を狙っていくのがおすすめですよ。今日は本当に美味しい東京ランチ10選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は10のお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてもらえると嬉しいです。今日ご紹介した10のお店の場所はこちらですよ。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。開店前から大行列、金子半之助さんと辻半さんがタッグを組んだ絶品稲庭うどんなら、稲庭うどんと飯、金子半之助さん。食べログブロンズ獲得、2ヶ月前から予約が埋まるデザートワゴンが有名なフレンチならマダムトキさん。5つ星お米マイスターが厳選した最高品質サガビヨリと和牛 100% ハンバーグなら肉の森さん。もはや価格崩壊、1000円で思いっきり楽しめるコスパ最高ランチならシルバースプーンさん。いつ行っても感動するハーリーが大好きなハンバーグ屋さんなら有頂天さん。1964年創業、東京オリンピックとともに生まれた老舗の洋食屋さんならお食事と甘味竹山さん。夜は1万円以上する高級日本料理店の味を昼ならなんと1000円台で楽しめるふわふわのだし巻き卵ならやげんぼりさん。1968年創業、銀座で昔から愛される老舗の和食屋さんなら大衆割烹三州屋さん。お手頃価格でボリューミー、生き生き働く店員さんも素敵な町中華なら交流券さん。デートや女子会でまったりと楽しめる大人気のおしゃれイタリアンならガーブ東京さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか？僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。 1. YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。 YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。 2. メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、
メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。3、東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4、僕の開催するオフ会への優先参加権です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押して、メンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。